イブスキの玉手箱は九州旅客鉄道がイブスキ枕崎線の鹿児島中央駅、イブスキ駅間で運行している特急列車である。愛称イブ玉。本港ではイブスキ枕崎線で運転されていた優等列車の遠隔及び快速菜の花についても記述する。JR 九州は新幹線の開業効果を 沿線街にも広めるため観光列車の新設を行っており、いぶすきの玉手箱も2011年3月12日の九州新幹線の全線開業に伴って翌13日から運転を開始した。特別快速、名の花デラックスを置き換えていぶ枕崎線では初めての定期特急列車の運転となった。なお、当列車は日本最南端の特急列車でもある。 列車名の由来、編集薩摩半島の最南端にある、長崎美一帯に伝わる浦島太郎伝説の玉出箱にちなんでおり、イブ玉の愛称で運転される。日中産往復運行されている。所要時間は約55分で前身の名の花デラックスとほぼ同じ。全席指定席となっている。列車は二両運転時は、車掌の乗務しないワンマン運転で、 客室乗務員が乗務し、検察や車内販売、観光案内などを行う。3両運転時には、車掌が乗務する。イブスキ駅枕崎駅間は運行していない。停車駅、編集鹿児島中央駅キーレ駅、イブスキ駅使用車両。編集通常は2両編成で、キハ47型機動車の改造車で運転されている。と、 日宿日や連休などの繁忙期には一両増結して三両編成で運行される。また、地方交通線であるいぶすき枕崎線の軌道の不正によるレールの継ぎ目部の落ち込みである継ぎ目落ちにより発生する上下振動を低減するため減水力制御弁付きの可変減水上下動断波を初めて採用しており台車の枕羽ネに並行して取り付けられていた従来の上下動。 オイルダンパと交換する形で装備されており、車体には4つの加速度センサーと制御装置を搭載して、加速度センサーにより検知された上下振動加速度をもとに制御装置が減衰力指令値を計算して、可変減衰上下動ンパにその指令値を送り、減衰力を可変させることで上下振動を抑制している。デザインは、三岡英治、小倉工場で、 1> 約1億6000万円をかけて改造された。外部塗装は、海側側面と前面の海側半分が白色、山側側面と前面の山側半分が黒色。車内は二人掛けフリーストップ式、回転リークライニングシート、大型のテーブルが設置された4人用の、コンパートメント席、ソファー席、海側の窓側を向いた一人掛け席が用意されており、 座席の種類はバラエティに富んだものになっている。この他にも子供用に海側を向いたキッズチェアが用意されており、その後ろには保護者が監視するためのソファー席が用意されているが、これらはフリースペースの設備の一部のため、マルスでの座席番号の割り当てはない。また浦島太郎伝説にちなみ、ドアが開いた際には、 曲手箱の煙に見立てたミストが、連結面寄りの紛失口より噴射される。車両検査時は、ハヤトの風で運用されている車両を使用する場合も、あったが2012年3月19日からは元、ハヤトの風用のキハ142,066が、塗装変更され予備車増結車として加わっている。また、専用車両の検査の際は一両ずつ検査に出し、残った一両と、 予備車両で運行される。このため、専用編成が検査に出ている時期は土日であっても2両で運行される場合がある。また、予備車両は、早との風の予備車両としても使用されるため、早との風の車両が検査に出ている時期も、常時2両編成で運行される。快速、菜の花は1992年7月15日に運転を開始し、 その前日まで運転されていた快速、イブスキを置き換えて、鹿児島中央駅山川駅間で6.5往復が設定された。イブスキではキハ40系、キハ58系などが使用されていたが、ナノハナではキハ200系機動車が使用されるようになった。2004年3月13日には、快速、ナノハナのうち日中の4往復が特別快速、ナノハナデラックスとして、 鹿児島中央駅、イブスキー駅間で運転されるようになり、座席指定席も連結された。名の花は下り3本、上り2本となった。名の花デラックスは、観光利用を念頭に置いた列車であるが、指定席車両の予備車はないため、異常時、検査時、特定日は快速、名の花、または指定席車両なしの全車自由席車両として運行されていた。 鹿児島中央駅イブスキ駅間の所要時間は、菜の花で約65分、菜の花デラックスで約55分であった。菜の花は現在も存続しているが、菜の花デラックスは特急イブスキの玉手箱に置き換えられて、都市均衡輸送の機能を失った。現在、鹿児島中央イブスキ間には、朝夕のみしか快速列車が運行されていない。 鹿児島中央駅、氷本駅、南鹿児島駅、す木駅、谷山駅、地検寺駅、坂の A 駅、日向川駅、瀬瀬串駅,駅、木入駅、薩摩今泉駅から、宮ヶ浜駅、から、二月電駅、イブス駅、山川駅快速、菜の花は木葉200系機動車が、特別快速、菜の花デラックスは木葉200から9キハ9 2 0 0の1009。 およびキハ220-1102の3両は、ナノハナデラックス専用塗装であったが、2010年現在は、他の車両と同じ塗装に戻されている。指定席車として運用される、キハ220型は1両しかないため、検査時や特定日は快速、ナノハナとして運転されていた。なお、キハ220-1102は2011年10月1日付で、 熊本車両センターに転出した快速金郊。ありがとうございます。